今回はお腹気になる、体が痩せにくい、そういった方にぴったりなクモプランク紹介します。クモプランクってどんなの？簡単に言ったら、うつ伏せで大の字作った状態で体を持ち上げます。めちゃくちゃ簡単なのに効果的です。なぜかというと、体の弱い背中側を全部使うことができるので、代謝が下がっている方、汗かきにくい方、脂肪減りにくいよ、体重減りにくいよって方にぴったりなメニューです。1種目全部20秒になってます。自分のペースでできますので、一緒に頑張ってみましょう。全身を1個ずつ鍛えていきます。両手を Lの字作って、このまま手を下ろして肘を浮かせます。この状態で体を持ち上げたら戻します。いきましょう。上体反らししたら戻しましょう。マイペースでやっていきましょう。筋肉をね、しっかり使えるようになったら、最後にこのプランクを行っていきます。今度はこの状態で片足を持ち上げて、特殊で入れ替えます。軽く手で床を、ね、押してください。10秒したら反対足です。はい、反対足です。足を遠くに伸ばすようなイメージです。はい、 OK。手をつくときは常に肩甲骨を出るようなイメージで、背中が熱くなってくればバッチリ使えてます。膝を浮かして手で床を押したら緩めます。ずーっと床を押したら緩めます。二の腕、肩、背中を使っているようなイメージです。次は手をついて少し上体浮かせて、体を左右にひねります。肩甲骨を剥がしていきましょう。ちょっと上半身をね、持ち上げておきます。これ結構きついですよね。二の腕も結構くるね。振り袖の人にはね、二の腕は効果的です。次は両足を持ち上げたら上体を起こす。こういう感じで揺れましょう。リズムよく、足が降りるときに手で軽く床を押す。自分のペースでいいです。寝た状態で手を下ろして、体をぐるぐる揺らしましょう。一回リセットしてから最後クモプランクに入ります。結構ね、腕疲れますよね。二の腕とかね、背中弱い人はね、結構もうだるいと思います。これもね、慣れてきますんでね。それではラスト、クモプランク。手足を大きく開いて、体を持ち上げてキープ。自分のペースで降りてください。降りたり上がったりしましょう。いきましょう。スタート。自分のペースでね、降りてください。休んでまた床を押して、体がね、持ち上がらない人はね、ちょっと押してるイメージだけでもいいです。これをあと2回やったら終わり。これ全身使えるんでね、とっておきです。いきましょう。スタート。毎日これだけでもね、本当に代謝がね、保たれますんで、長い時間運動面倒だよっていう人はね、これだけ続けてみてください。 OK。 クワー、もう一回です。ラスト。あー、もう腕が張り裂けそうだ。さあ行きましょう。スタート。うおーうおーうおー、持ち上がるな人ね、押すだけでいいですよ。うおーうおー、 OK。 ダーン。Whoa!
全身効いた、全身効いてる、全身効いてる、痛い、あちこち痛い、うわむちゃくちゃ効いてるこれ、うわあちこち効いてる、うわうなされてる、やばいこれ、あこれだけでマジで焦る、うわか効いた。